シュカド田中千明です、銀座で美術品の買い取りをしています。これですね、後藤澄夫先生の作品ですね。後藤澄夫さんはもうお亡くなりになってますけども、こういう奈良の、都の、風景を四季を織り交ぜて描いた方で、大変人気があります。で、私どもでも非常に力を入れて扱ってますので、ぜひ、後藤澄夫さんのものをお持ちの方はお問い合わせください。しっかり評価させていただきます。